タイタニックです。ハイフワールド。こうやって空くんですね。私のこれ私の PC ですんで、夜は結構最近は私の PC でこのマインクラフトをやってる時が多いんで、私はその分ですね、なんか動画編集とかなかなか今できなくなってます。そらくん優先でやってます、ね、アカウント自分のこれタイタニックで、これが映画で出てきた、なんか建物、ちょっと港の名前忘れたけど、外見はすごいんだけどね、中がちょっとね、あれ、すごくない、すごくないっていうか、なんかタイタニックっぽくない。今、PC 版のマインクラフトソラ君やってるんですけど、これタイタニックみたいですね。これは誰か、海外の人が、神。マインクラフトで作ったみたいですね。それを、映画が出てモッドっていうの、これ。モッドじゃない、ハイフワールド。ハイフワールドってやつで、マップで。ダウンロードしてみたいですね。本当にすごいねこれね。今流してんだけど、これ違う、映画で出てきたやつ。あのなんだっけ、主人公これなんで煙突っていうの、これ、これもかなりリアルだよね。ちょっと斜めになってるしね。なんか入れるのこれ。入れるよ、すんごい派手だよ。なんかどれ、階段か。でもあれだね、階段か、映画の タイタニックっぽいね。確かに これだよ、なんか派手じゃない。でもタイタニック派手だよね、豪華客船だから。違う、なんかここはまだ分かるけど、外壁っていうか、いやすごいね、後ろもちゃんとある。後ろこういうの作る人ってすごいよね。これいっぱいダウンロードして、センスあるよね。これでいっぱいあればさ、なんかダウンロードして楽しめるよな。いっぱい売り入れてるもん、飛行機とか空港もあるし。これはほら後ろね、今までパソコン版のやつはお母さんのやつでやってたんですけどね、お母さんの PC は。で、あと他にもね、このタイタニックじゃなくてね、タイタニックのね、どれだ、これだ。これは何、これも見たら分かると思う。これこう、これもタイタニックなんだけどね、うん、ちょっと外から見てもらった方が分かりやすいと。ここから沈んでるタイタニックっていうなるほど。これ煙突が逆なんだよね、これ。あー、斜めになってんだ、これ。沈みかけてるタイタニック復元したの。違う、作った人がいいんだ、これ。すごいね、ボートもさ、ほら。あ、ほんとだ。あー、もう沈んでるんだ。そう、そのやつなんだ。それの過程の、でも中身はもう何もないけど、ここ操縦席がちゃんと作られてるぐらいでさ、中身少ない。手を見てください。こう手でこっち、向こうはマウスをですね。こうやって操作する。私にはとてもできないですね。こういうの操作覚えれば簡単だ。検証員になりそうでさ、なんかあれだよね。すごいね。すごいね。またなんか君のチャンネルで紹介してくれるの。ダウンロードしたんで、自分のチャンネルでまた紹介してくれるんじゃないでしょう。それでは